いつもご視聴いただきありがとうございます。今回も大谷翔平選手のニュースをお届けします。大谷翔平の球速はどこまで行くのか。夢の170キロが出る。160キロという球速はとてつもない球速です。アメリカでは100マイルと言われ、速球投手の一つの目安とも言われるラインです。大谷翔平はすでに163キロを計測し、メジャーの速球派投手にも肩を並べるスピードボールを投げ込みます。しかしメジャーリーグではチャップマン投手が171キロの球速を計測していますので、まだまだ大谷翔平の上が存在していますが、大谷翔平はまだ21歳の若者なので成長の余地はまだあります。大谷翔平はまだまだ球速が伸びるでしょうか。夢の170キロを計測することはできるでしょうか。なんと大谷翔平が170キロを投げることができるという見解は多数あります。まず170キロを計測しているチャップマンと大谷翔平の身長は同じ193センチです。加えて大谷翔平はチャップマンに負けないほどの手足の長さを持っています。さらに言えば大谷翔平は高身長の日本人選手にありがちな動きの鈍さもなく、外野守備でも軽快な動きを見せており、高い瞬発力を持っていることがわかります。さらに大谷翔平はまだ高卒4年目なので、肉体はまだまだ成長途上にあります。外国人と比較して日本人選手は筋力がつく年齢がやや遅いので、肉体的にさらなる成長が見込めるため、まだまだ球速が伸びる余地があると言われているのです。他にも北海道日本ハム応援番組に出演したスポーツ科学の専門家はこう語ります。大谷翔平の投球を見ると、将来的に球速は170キロに到達できると語ったのです。メジャーリーグに移籍した田中将大のフォームが非常によく腕がしなっており、リリースするまでにより大きな力を加えられるフォームだと話題になりますが、その田中将大よりも大谷翔平のフォームの方がより腕がしなっています。そのためボールに強い力を与えられるフォームだと分析されていました。さらに重心を後ろに残し、ためを作ってステップするフォームになってきており、下半身の力を上半身や腕へうまく伝えることができているとも分析されていました。さらに大谷翔平が163キロを計測したことが話題になった時に出てきた分析が、大谷翔平はまだ全力投球をしてないと思うという意見でした。大谷翔平はだいたい 80% から 85% ほどでの力で投球をしているのではないかと言われていました。そうでなければ150キロから160キロのスピードボールを100球以上も投げるのは難しいと分析した上で、もし大谷翔平がどこに投げてもいいからとにかく全力で投げろと言えば、今以上の球速が出るはずだと分析しました。大谷翔平は肉体改造を実施して、今まで 100% の力でしか発揮できなかったパフォーマンスを 80% から 90% ほどの力で発揮できるようにすることを目的にして肉体改造を実施していました。確かに今シーズンの打者としての大幅なパワーアップを見ると、このような分析をされるのも納得がいきます。多くの専門家が大谷翔平は球速170キロを実現できると分析しているのです。今後球速を追い求めれば165キロを突破し、球速は170キロを計測するかもしれません。しかしスピードを追い求めれば追い求めるだけ体への負担は大きくなります。特に肩や肘へかかる負担は計り知れないものになります。大谷翔平は日本人離れした肉体と運動神経を持っているのは間違いありませんが、今よりもスピードを追い求めれば大谷翔平といえど負担に耐えきれなくなる可能性もあります。年齢に合わせた肉体の成長曲線に合わせて慎重に球速アップを図っていけば、無理なく170キロを計測できると予想しています。肉体が成熟を迎えるのは25歳前後と言われています。大谷翔平がキャリア7年目に差し掛かる頃、ちょうどそのあたりです。
その頃にはメジャー移籍しているかもしれませんが、満員のベースボールパークで170キロを計測し、球場を沸かせる姿を見れるのはそう遠くないかもしれません。大谷は前代未聞の逸材だ。絶好調の大谷翔平に米専門メディアからも驚嘆の声。野球の常識を完全に破壊した。共感の一振りだった。現地時間5月7日に本拠地で開催されたロサンゼルスドジャース戦に2番 DH で先発出場したロサンゼルスエンジェルスの大谷翔平が6回裏2アウト2塁の絶好機で見せた。メジャー9年目のベテラン右腕ジョー・ケリーとのマッチアップ、カウント 2-2 と追い込まれた大谷は5球目に外角低めと投じられた87マイルの高速チェンジアップを泳がされながらも右手1本で強引に引っ張る。平凡な外野フライかと思われた打球だったが、ぐんぐんと伸びていき、ライトを守っていた名手ムーキー・ベッツの頭上を超えるタイムリーツーベースとなった。このドジャース戦で痛烈なタイムリーが証明する通り、今季の大谷は見る者の心を揺さぶり続けている。とりわけ打撃面における成績は目覚ましく、打率こそ2割7分8厘だが、ホームラン10本、打点26、さらに OPS は9割7分7厘と軒並み高いアベレージをマークしているのだ。開幕に危惧されたコンディション面の懸念も吹き飛ばし、一部メディアでは MVP 候補にも挙げられている。そんな26歳の侍戦士には、現地メディアからも賛辞が止まらない。日夜熱心に MLB 情報を発信している米スポーツ専門メディアは、大谷は前代未聞の希少性を持つ逸材だ。すでに多くの記録を塗り替え、メジャーの歴史の一部になっていると褒めちぎる。彼のピッチングやバッティング面においては、あらゆる統計や予想も意味をなさない。なぜなら、彼のような支配的な投球をしながら、ホームラン王争いをリードできる存在は、現在の球界には存在しないからだ。さらに、もはや彼のやろうとしていることにケチをつける人間はいなくなった。もう誰も追いつけないと評した同メディアは、エンジェルスと選手たちは今年こそ奮起すべきだ。大谷とマイク・トラウトが揃っていながら優勝できない理由などないと力を込めた。大谷は異次元ともいえるレベルでボールをかっ飛ばし続け、毎週のように驚異的な光景を我々に見せつけている。そしてこれまでの野球の常識を完全に破壊した。そんな天才を持て余してはいけない。開幕からおよそ1ヶ月が経過し、アメリカンリーグ西地区の最下位に沈んでいるエンジェルス。ライバルが多く、その道のりは険しいが、19年ぶりのワールドチャンピオンに向け、大谷はさらなる奮起が求められそうだ。いかがだったでしょうか？皆さんのご意見、ご感想をお待ちしております。ここまでお時間お付き合いいただきありがとうございました。